大分と台湾を結ぶチャーター便は今月22日、およそ4年半ぶりに運航されました。大分からはおよそ130人が利用し、搭乗率はおよそ7割でした。乗客たちは3泊4日の日程で台湾の観光地を巡るなど、それぞれの旅を楽しみ、今日台湾桃園国際空港から帰路に着きました。そして午後3時ごろ大分空港に到着しました。県は今後もチャーター便を運航させる実績を重ねるなどして、定期便の就航を目指したいとしています。一方、折り返しの便は県内などで観光を楽しんだ台湾からの乗客およそ160人を乗せ、午後4時半ごろに帰路に着きました。